UFC のラウンドガール、アリアニー、セレステラウンドガールとは、ボクシングやキックボクシング、総合格闘技などの格闘技工業において、ラウンド間に会場に向けて、次のラウンド数を表示する役割を担う女性。リングガールとも呼ばれる。ラウンドの合間に、リングに上がり、次のラウンド番号が記載されたボードを掲げながら、リング内を回る。 イベントによっては勝利した選手へ勝利者賞などの贈呈も行う。アメリカやメキシコでは調印式や公開計量などにも姿を見せる。ラウンドガールにはレースクイーンやグラビアアイドル、モデルを職業とする女性が選ばれることが多い。これらは工業を主催するプロモーターが用意しており、事前にオーディションを行う場合もある。 通常、ラウンドガールはウォーキングのみでリングを回るが、クラッシュガールズは場内に流れる曲に合わせて、ダンスをしながら、ボードを掲げている。ラウンドガールとしての活動終了後、格闘家に転向したものも存在する。一方、高野智美の場合、プロボクサーデビュー後も並行して、ラウンドガール活動も継続している。また、柴田直子ら試合のない現役選手が役割を担う。 こともある。ラウンドガールが登場した当初は、スラックスなどの清掃が多かったが、近年は、ビキニなどの水着やボディコン、セパレートなど観客を引きつけるための衣装を着用している。また、ハイヒールを履く場合が多い。元 UFC ライト級世界王者で現在は、イーグル FC を運営するハビブヌルマゴメドフは、ラウンドガールについて、 格闘技にとって最も無駄な存在だ。彼女たちの存在意義は私がそれに疑問を持っている。次のラウンドを知りたければ、画面を見ればいいと不要論を提唱しており、イーグル FC では、ラウンドガールは採用していない。これに対し、UFC オクタゴンガールの一人である、アリアニー・セレステは、この15年間、私たちは、単なる、リングガールだけではなく、 UFC のプロモーションに尽力してきました。世界中を巡ったり、自身の活動なども通して、熱狂的なファンへ愛を送り続けてきましたと反論。一方、元プライドヘビー級王者のエメリア・アーエンコ・ヒョードルは、彼女たちはラウンドごとに次のラウンドの数を、教えてくれる人たち。意見があるとしたら、もう、少し肌の露出を抑えた方がいいと持論を展開した、男性が、 同様の役割を果たす、ラウンドボーイも存在する。黎明期のプロボクシングではもっぱら、ラウンドボーイが用いられ、後にスマックガールなどの女子格闘技でも採用されたが、近年は、ムエタイやラウェイなど、女人禁制のためラウンドガールが、リングに登壇できない興行を除き目にすることはない。変わった例として、 2010年3月27日の WBC 世界フライ級タイトルマッチ、亀田幸コ対ポンサクレック・オンジョンカム戦でラウンドガールを務めた佐藤海よが挙げられる。佐藤は性別的には男性だが、この試合ではラウンドガールとして仕事を行った。また、2013年2月27日の WBA 世界フライ級タイトルマッチ、 ファンカルロスレベコ対黒田正幸戦で J リーグ川崎フロンターレのマスコットフロン・フトシがラウンドボーイとしてリングに上がっている2021年1月31日に開かれた女子キックボクシングイベントミネルバ大阪にいて関西の若手キックボクサーがラウンドボーイを務めた服装は大会スポンサーのロゴマークが入った T シャツに ジーンズという入れたちだった。ありがとうございます。